ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、どうも、今回は神奈川県綾瀬市、ラーメンショップ綾瀬店さん、実は少し前にメロンシートがメロンシートジャーニーの方で訪れていたお店 で、ちょっと、自分も来たかなって来てみたんですが、その動画を見てさらにコメント欄までちょっと自分見てみたんですね。そうするとそこに、次回はチャーシュー丼も食べてくださいっていうようなコメントを、メロンシートがもらってて、ちょっと今回自分来てその事前にチェックしてみたんですね。したらやっぱりチャーシュー丼結構迫力すごいんですよ。というわけで今回はチャーシュー麺、チャーシュー丼でちょっと肉攻めで自分行ってみようかなと思ってやってきました。行ってみましょう。
はい、というわけでいただいてきましたラーメンショップ綾瀬店さんのネギチャーシュー麺、そしてチャーシュー丼でした。まずこのラーメンの方ですけど、基本的にチャーシューに返しがねしっかりこう醤油だれが染み込んで濃いめの味付けで、スープはすっきり系で、いわゆるこう豚の豚骨からの甘みとかっていうよりはもうね、とろみもないですし、すっきりしたスープに、さらにこう返しにさらにチャーシューに染みた返しもよく効いて、かなり塩気が強いめのスープという印象でした。で、麺に関して言うと、ラーメンショップさんで基本的に固めでお願いしても、これが自分にとっては柔らかめとかね、普通ぐらいの食感で出てくること多いですが、こちらの店は、麺質の関係もあるかと思いますけど、結構コシがある感じの提供でうまいなと思いました。で、なんといっても今回はね、やっぱチャーシュー丼ですね。事前に調べていたとはいえ、写真で見る印象より実物の量は多かったですね。本当にこんもりあります。で、さらに見た目の量以上にチャーシューの割合がご飯に比べて多くて、器のすり切りラインぐらいまでね肉なんですよ。だからこれはかなりのチャーシューの量だなと本当に食べてみて思いましたし、自分は少しのおかずの量で結構白飯ガンガンいっちゃうタイプなので、自分のような好みの人だとチャーシューの量だったらあとライスで2倍あってもちょうどいいんじゃないかなぐらいしっかりした味付けのチャーシュー丼でした。はい、かなり食べ応えありますが、興味ある方はぜひ食べてみてください。というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。